から、あの以前ちょっと胸を打ってもらって、あのお金の関係でちょっと今回の会議で支障があるのが分かったんで、ちょっと情報とお願いなんだけども、あの小城地区、ちょうどあの、鹿沼の板場があったところだったんです。